今日も大好きカップラーメンの時間でございます。こんなコーナーなかったんですけどもね、今日は私のね趣味であるたまに食べたいカップラーメンのね、紹介をさせていただきます。今日は青森です。見てください、じゃん、青森煮干し中華そばということで、特徴的なのはやっぱりね、煮干しで中華そばの出汁を取ってるところなんですよね。カップラーメンばっかり食べると健康にあるよっていう方、ぜひね、私とね、力自慢しましょう。どっちが健康がね、優れているかちょっと対決したいと思います。たまにね、こういう風なね、カップラーメンは食べさせてください、それは。ね、普段はちゃんと健康管理してますんで、健康管理してるからたまにこういうもの食べても大丈夫だというふうに私は思ってるんですね。まあ、そもそもね、これでいきなり体が悪くなることはないと思います。さすがに1ヶ月間ずっとこれだったら気分が悪くなると思いますけどもね。はい、そんな感じで今日のカップラーメンの盛り付けは、こんな感じでね、パッケージ出てますけども、ちょっと盛り付け見てもらいましょうか。こういう感じですね。いかがでしょうか。このね、見本と似てるでしょ。もちろんね、青森にもいろんなラーメンあると思いますんで、なんか出てますね、これね。いろんなラーメンあると思いますんで、これが全てじゃないとは思うんですけども、ただね、やっぱね、こういう風ないろんな日本全国つつらのラーメンをこうやってね、いただける時代、ありがたいなと思います。ちなみにですね、現代人は食生活が乱れがちとかね、食生活がすごく健康に悪くなってきたっていう方がいるんですけども、私の知るところ昭和10年とか昭和20年代は今よりもっと悪かったんじゃないかなと思うんですよ。でもきちんと富国強兵してましたしね、たくさんのお子さん生まれてらっしゃいましたし、どうなんだろうなと思うんですよ。現代はなんか食事が本当にね、質が悪くなってきたっていう方は、じゃあ江戸時代は今より良かったんですかね、明治時代は今より良かったんでしょうか、石器時代は今より良かったんでしょうかみたいな、そんなね、皮肉とも取れるようなね、こじつけを申し上げながらいただきますけども、どうでしょうか。じゃあちょっといただきますね。特徴的なのはこの厚揚げが入ってるところですね。それから焼き豚、すごい薄っぺらいスライスですけども、でネギがたっぷり入ってますけど、これは私が後乗せで入れました。じゃあいただきます。やっぱね、カップラーメンのね、美味しさっていうのはやっぱりね、捨てられないですよ。別に喫煙をしてるわけじゃないんで、タバコを責めてください。私はカップラーメンぐらいいいでしょ。失礼します。すごめん、ねぶたの風景が出てますね。なるほど、このすごめんは青森市民ねぶた実行委員会を応援しています。あ、このラーメンがねぶた実行委員会を応援してるそうです。なんですか、売り上げの一部はねぶたに入ってるんですかね。ねぶたに応援されてるラーメンかと思ったけど違いましたね。実はね、これすごくいい方法なんですよ。私たちは何々を応援してますってやつね。私が名もない訪問販売業をやってる時も、中国電力の応援をしてますっていうふうなね、トークってあったんですよ。これなんかね、まるでね、中国電力が無名な私の会社になんかね、なんかの許可を出してるように錯覚させる言葉だなって言いながら思ったんですよね。私が一方的に中国電力の製品使ってるだけですよっていうふうに言ってるんですけども、そう考えてみたら中国語圏の方大抵中国電力の製品使ってますからね。という当たり前のことを言っても人はいろんな先入観があるというね、話術の一つでございました。出たん、たけちゃんおはよう。たけちゃんもラーメン食べてますか。たけちゃんの食べてるラーメンまた紹介してください。なんかあったら、このカップラーメンね、結構好きなんですよね。健康に悪いと言われながらもこっそりこうやって食べてます。じゃあもう一口いただきます。なんか煮干しの風味がすごくしますね。ありがとうございます。それでは今日はこの辺で、またカップラーメンの動画でお会いしましょう。